2024年3月3日 C の訓読少しゆっくりめにしていく読者はスポーツ,ポーツ C 第 33C これを言ういわく神たるもの使いやす下たるもの知りやすければすなわち K 煩わしからず講師がこう言った 紙に立つ者が公正で霜の者が使いやすく霜に使える者が正直で紙の者が霜の人々の実情を知りやすければ政治が行き届くから煩わしく刑罰を用いなくてもよい。死曰く剣を好むこと死意のごとく悪を憎むこと紅白のごとくなればすなわち尺汚れずして民慎むことをなす。刑持ちずして民皆服す。 大河に曰わく文能に義形すれば万国誠を成すと孔子が言った神の者が賢人を重んずること椎編の主婦のようであり悪人を憎むこと紅白編の主婦のようであるならばみだりに感赦を与えなくても人民を自ずから身を慎んで職に努め刑罰を持ち出さなくても人民皆心服する。 死の大河に分のを模範として万国皆真偽を守ったとある。死因曰くそれ民これを教えるに徳をもってしこれを整うるに礼をもってせばすなわち民確信ありこれを教えるに生をもってしこれを整うるに敬を持ってせばすなわち民頓信ありゆえに民に君たるものこのごとく持ってこれを愛すれば すなわち民これに親しみ心持ってこれを結べばすなわち民みそむかず今日もってこれに望めばすなわちた尊心あり桶にいわく明眠明を持ちうるにあらず清するに桶を持ってすこれ五逆の桶をなして法というここを持って民悪徳ありとついにその世継ぎを断つ孔子が言った 人民に対しては特技を持って共同し礼儀を持って規制するようにしていくべきでそうすれば人民の方から寄ってくる心を起こすのである反対に政治の力によって共同し刑罰の意によって規制すれば人民は逃げていこうとする気になるものであるそれゆえ人民に望むところの君主は人民を我が子のようにして愛して納めれば人民は 君主によく親しみ真偽を守って治めれば人民も君主に背かず強権の心で治めれば人民は従順になる。諸教の補敬編には「病の人民は暴君に治められたため共鳴によって指導されることがなく刑罰によって規制された」「君主は御虐の刑を設けた」とあるそのため人民の気風は凶悪になりついに国が滅んでしまった。 い曰く下の「紙に使うるや」やその「礼するところ」に従わずしてその「おこの」ところに従おう「神、このものを好めばも必ず甚だしきものあり」故に神のこうをするところは慎まざるべからざるなりこれ民の表なり孔子が言った「臣民が君主に仕えるのは君主の命令に従うのではなくてその行為に倣うものである」。 すなわち君主があるものを好めば、臣民は必ず君主以上にそのものを好むであろう。それゆえ君主たる者は物事の功をについて慎重にせねばならぬ。君主は臣民の目印なのである。C 曰く、ううたちで三年、白生仁をもって研ぐ。あに必ずしもことごとく仁ならんや。 死に言う「かくかくたる死因」「民共に何時を見る」「桶に言う」「一人計あれば町民これに取る」「大河に曰く王の誠をなす」は角の,のりなり孔子が言った「右が天使になると三年で人々は仁を理解しその実行に努めるようになった」「人々皆仁者になったわけではないが皆仁に志すようになったのである」「司教に」 輝かしい真意をよ人々は皆真意を見るとありお経編には天下ただ一人の天使にめでたい行いがあれば万民皆これに頼り習うとありまた大河には武王は誠実の行為を積み天下に模範を示したとある真意曰く 神神神を好めばすなわち下の神をなすこと人に先立たんことを争う故に民に長たる者志を明らかにし教えを正し持って神を尊び持って剥製をこのごとく愛すれば民己を好むを致して持ってその神を喜ぶ死に言う酷たる特効あり四国これになろう、えー、四国これに従うかな。 講師が言った「君主が陣を行うことを好めば臣民もこれに倣って我先にと陣を行うことに努めるであろう」。それゆえ人民を治める者は必ず特知の意思を明らかにし共同を正しくし陣を尊び人民をこのように愛すべきでありそうすれば人民は各自の収容に努めて君主の意思に応えるであろう。司教に「君主の内徳が行われて司法の国々皆これに従う」とある。 詩曰く、王言、意図のごとく、そのいずること林のごとし、王言、林のごとく、そのいずること仏のごとし、故に大臣は有言を唱えず、言うべくして、行うべからざる者は君主は言わざるなり、行うべくして言うべからざる者は君主は行わざるなり、すなわち民の言公より高からず、思考して公言より高からず、死に言う。 よく汝の形を慎み糊を誤たず孔子が言った天下におたる人の言葉はその言い出された始めには微細なること一筋の木糸のごとくであ,るあっても一旦言い出されたからには次第に重大となりあたかも木糸が組紐に変わっていったかのごとくになるものであるあるいはまたその言い出された始めには例えて言えば組紐ほどの太さであったのが 一旦言い出されたからには次第に重大となりあたかも組紐が棺の引き綱に変わったのごとくに変わったかのごとくになるものであるそれゆえ身分の高い人はいい加げんな言,言を言い出さないのでありまた言っても行いえないようなことを君主は言い出さずあるいは行うことはできても口に出せないようなことは行わないこうして模範を示せば人民の言葉は 実行を上回ることなく実行も言葉を上回,る上回ることがないようになるのである司教に君子はよくよく行いを慎み乱暴礼儀を謝らぬようにせよとある死曰く君子人を導くに言をもってし人を慎ましむるに功をもってす 故に元必ずその終わるところをおもんぱかり、こう必ずその閉するところを勘語、すなわち民、元を慎みてこを慎む、死に言う、何時の言い出す、話を慎み、何時の意義を慎め、大河に曰く、ぼくぼくたる文のああ周期にして、軽視てとどまる。孔子が言った。 君子は人に善を進めるには言葉を持ち人に悪を戒めるには実際の事例を見せる。すなわちものを言うには必ずその結果たる実行の可否を考えことを行うには必ずそれに伴う弊害の有無多少を考えるべきである。君子がこれらのことについて模範を示しよく教えるならば人民は言語と行動に慎重となるであろう。司教に、 何時の発言を慎み何時の態度を重おもしくせよとあり大河に「あ、はあ徳の奥深く光々しき文能は常に輝かしくかつ重おもしくおわした」とある「死い曰く民に長たる者は衣服辞せず腸用常あり」。 もってその民を整えればすなわち民の徳一つなり死に言うかのと人し、故宮高校たりその形改めず言を言い出すこと生あり行い衆に帰す万民の望むところ孔子が言った人民の頂上たる者は定めの服装をつけ態度は礼に外れずそうして人民を導いてから 人民の気風も一様に和やかである。えー、そうして人民を導くから人民の気風も一様に和やかである。司教に「かの都の人たちは狐の皮衣を着る。その色は黄色で美しい。そして態度は礼に従って変わらず。物を言えば文章なし。ことを行えば真偽にかなっている。まことにかの人たちは万民の手本である。」とある。 死曰く神をなして望みて知るべし死亡なして述べて知るすべければすなわち君その真を疑わず思考して真その君に惑わず院行に曰くこれ因が身及び等皆一徳あり死に言う祝神君子そのノり疑わずと。 孔子が言った君主となる人が下々から仰ぎ見てすぐにその実情が分かり進化となる者がその意見を陳述すればすぐにこれを書き記して誰に読まれても差し支えないというようであれば君主は進化を疑う言われがなく進化は君主を疑ういわれがなく上下互いに信ずることができる。諸教の因に この委員の身は東欧に倣って共に真偽の徳を成したとあり司教に「良い人たちは皆その礼儀をいつにしている」とある「死いわく国家を保つ者善を明らかにして悪をやましめ持って民に厚きを示せばすなわち民情寺院ならず」。 死に言う「何時の位を盛教しこの聖直を余民ぜよ」。孔子が言った君主が国家を保ってゆくには善を明らかにして悪を退けそうして親切な心を人民にわきまえさせれば人民の気風は一様に和やかになる司教に君主は境径にしてその位を守り 正直を正直を胸として民に望まねばならぬとある。神曰く神の人を疑えばすなわち白生惑う。死も知りがたければすなわち勲潮労ース。故に民に君たる者、王を明らかにして持って民に賊を示し。憎みを慎んで持って民の因を漁すればすなわち民惑わず。 真義あれば行い、字を重んぜず、その及ばざるところを引かず、その知らざるところをわ煩わさざれば、すなわち、君、老せず、死に言う、正体、反反たり、神ことごとくやめり、生涯にいわく、それ、うやうやしきにとどまるにあらず、これ、衆の病なり、孔子が言った。 上に立つ人が裏表のある行動をすると下の人々は信頼しなくなるまた下の人々が成直でなくその心が測りがたければ上に立つ者は政治に苦労する故に人民を治める者は自分の好むところを明らかにして人民に生活上の模範を示し憎しみについては自分の態度を慎重にして人民に自白を行わせないための規制を設ける。 というふうにすれば人民は生活の進路に迷わないのであるまた進化が行為を正しくし礼儀を守って言説に重きを置かず君主の政治のまだ及んでいないところにはあえて君主に注意させようとはせず君主のまだ知らないことにはあえて君主の心を煩わせようとはしないというふうであれば君主は余計な苦労をしなくて済むわけであるしかしこれでは人民のためにならないので 司教に天は今浄土に反して王の政治を助けず人民は皆苦しみ悩んでいるとあり生涯には臣下が教訓を守った王に使えようとしないこれが王にとって大きな損害なのであるとある。C いわく性の行われず教えのならざるは尺力進むるに足らず刑罰恥ずかしむるに足らざればなりゆえに 神持って刑を汚して尺を軽んずべからず孝行に曰く謹んで難の罰を明らかにせよ保敬に曰く刑を敷きてこれ導かず孔子が言った政治がうまく行われず強化のなかなか成功しないのはその君主の尺力の用い方が誤っていて善を進める効果がなく刑罰の用い方が 誤っていて人が刑罰を被っても恥としないようになっているからであるすなわち君主たる者は刑罰を乱用してはならず尺禄を安易に扱ってはならない孝行に君主は刑罰を公正明白にせねばならぬとあり諸教の保険には刑罰を広く知らせ人民を全道に進ませずにおこうやとある。 いわく大神親しまず白製安からざるはすなわち中継足らずして風気はなはすぐればなり大神治めざるはすなわち自身ひすればなりゆえに大神は軽せざるべからざるなりこれ民の表なり自身は慎まざるべからざるなりこれ民の道なり君小をもって代を計ることなかれ東京をもって地下きを言うことなかれ 内をもって外を図ることなかれすなわち耐震恨みず自身そ知らず遠心覆われず将校の孤名に曰く消防をもって対策を破ることなかれ兵御人をもって倉庫をそしることなかれ兵御所をもって総子逮府警視をそしることなかれ孔子が言った 君主と大臣たちの間が親和せずそのため政治に差し支えができて人民も落ち着けないということになるのはそのもとを考えれば君臣互いに中心と協計が足らず不鬼の欲ばかりが強いからであるまた大臣が政治から離れると君主の謹慎らが党を作って政権を握るようになるそれゆえ君主は大臣を傾聴せねばならない大臣は 大臣は万民のの表なのであるから、君主はまた謹慎の用い方を慎重にせねばならない謹慎は人民の生活上の案内人なのであるからなお君主はまた昇進に相談して大臣のことを決めてはいけない他人に相談して親類のことを決めてはいけない宮廷の中の昇進に相談して外の人たちのことをいろいろ議論するのはいけないそうしたことがなければ 大臣が君主を恨むこともなく謹慎が人をそしることもなく遠方にいる臣下が捨てられることもないであろう将校すなわち最高の威厳に将人らの陰謀で大臣の事業を壊してはならない側近の愛称に溺れて政党の皇后を疎んじてはいけない 側近の聴診を頼んで誠意の大臣や死たちを軽んじてはいけないとある「死いわく大臣その剣とするところを親しまずしてその癒しむところを信んず民これをもって真を死して教えこれをもって藩なり死に言う」。 彼はがのりを求める時は我を得ざるがごとくす。我を取り手は救急としてまた我に努めず。君臣に曰く、いまだ生を見ざれば己見ること当たわざるがごとくす。すでに生を見ればまた生を持ちうること当たわず。孔子が言った。君主や君主が賢者に親しまずに精進を信任すれば人民も親しむべき相手を誤り、政教も素直に、 受け入れられらななくなる司教にあの君主は私が政治の顧問となり良い模範を示す,ようにな示すようにと頼み込んできたがその時はその頼みは実現ができないのではないかと恐れ憂えたものだが今や用が済むと私を捉えて離さずまるで敵のように憎んでいるのであって最初のように私のもてなしのため精一杯努めることなど 忘れててしまっているとありまた諸教の「君臣編」には「まだ賢者に会わぬうちはとても会うことができぬのではないか」と恐れ憂えていたのにすでに賢者に会った後は速やかにこれを用いて前線に努めるということがなかなかできないのだとある。 詩曰く、商人は水に溺れ、君主は口に溺れ、大人は民に溺る。皆そのなるるところにあり、それ水は人に事故をして人を溺らす。得なれやすして親しみがたし、持って人を溺らしやすし、口は火にしてはん。いでやすくして食いかたし、持って人を溺らしやすし、それ民は。 人に閉ざして悲心あり計すべくして侮るべからず、もって人をおぼらしやすし、ゆえに君子しもって慎まざるべからざるなり、太公にいわく、その命を落としてもって自ら覆すことなかれ、愚や木の張り、ゆきてか勝を度に顧みて、すなわち徳がごとくなるべし、越明にいわく、 これ口恥を起こしこれ甲冑兵を起こすこれ衣装死にありこれ漢家その身を顧みる太公に曰く天のなせる災いは去るべきなり自らなせる災いはもって逃るべからずと陰公に曰くこれ陰が身のまず清優家を見たり衆より終わりあり将もまたこれ追う 講師が言った、人民は水に溺れやすく地位ある君子は口に溺れやすくそして髪に立つ大人は民生に溺れやすいいずれも身近のよく知っているものに溺れるのであるまず水は人の生活に密接でそのためにかえって人が溺れやすいまた地位ある人はとかく口絶を用いることが多くそれが種となって煩わしい事件を生ずることにもなる。 物を言い出すのは容易であるが失言は悔いても取り返しがたくこうして君主は口に溺れやすいまた人民というものは他人に打ち解けず利己心が強いのであるから君長たる者は人民を慎重に扱わないとひどい目に遭うのであって侮ってはいけないすなわち民政は難しいものでこれを誤れば人民に溺れる君主は十分に注意せねばならない。 対抗編に「君主が粗相の教訓を踏みにじって自ら倒れ滅びることになってはならない民政において十分に注意することはあたかも狩場の役人がえ頂上の命によって号泣をいるがごとくすべきであるすなわちまず弦を張り詰め続いて矢発の方向を定めそして矢を放つ政治を行うにもこれと同様にして 正しく目的を果たすのであるとあるるとまた越明編に「口こそは身の端を招くもと」「甲冑こそは平乱を招くもと」「衣装は箱に収めておき漢家は人をよく見てから授ける」とあるさらに対抗編に「天の下す災いなら避けることもできるが自ら起こした災いは逃げることができない」とあり 勧誘一徳編にはこの院の先祖は西友の花王に仕えたが花王は中心の徳ありて終わりをよくしその大臣たちも終わりをよくしたとある詩曰く民君をもって心となし君民をもって大となす 心そうなればすなわち対女なり心粛なればすなわちよ要要ケース、えー、と心粛なればすなわち形ケース心これを好めば身必ずこれに休んず君これを好めば民必ずこれを干す心たいをもって全くまたたいをもって破る君民をもって損しまた民をもって滅ぶ 死に言う昔我先生ありその言明らかにしてかつ清く国家持って安くという持ってなり庶民持って少ず誰かよく国政を取りて自ら姓をなさずついに剥製を労す君がにいわく果実生う庶民これここに恨む冬に至りて期間庶民またこれここに恨む。 が言った、人民は君主を我が心となし君主は人民を我が身となすべきである心が落ち着いていれば身はゆったりとし心が引き締められていれば身には隙がなく心が好むところに身は休んじ君主の好む物事を人民は希求する。 すなわち心は身を備えてこそ一個の人間として完全になり身を損なえば心も損なわれるそれゆえ君主は人民によって存続もしまた人民によって滅亡もするのである司教に昔剣王がいて共鳴は明確で結成このため国家は安泰で都市が発達し庶民の生活も繁栄したところが 謙魂では「誰に国政の処理ができようか誰も正確な処理ができないでついに世が乱れ万民が苦労するに至った」とあるまた諸教の訓が編には「夏に暑くて大雨でも降ると人民らはそれを恨み冬になってひどく寒いと人民らはこれも恨む」とある「人民は何かにつけて恨み」 不平を言うからなかなか収めにくい。C いわく「指の紙につこうるや身正しからず」こと「真」ならざればすなわち「ぎいつならず「る類なし」。講師が言った「真」が「 君に仕えて行為は正しからず言説は実行せずというようであればその真は必ず「説義を守らず行動が一貫しない人物である」。C 曰く「現に物あり思考してうに書くありここを持って生くる時はすなわち志を奪うべからず死すればすなわち名を奪うべからず。 ゆえに君主は多く聞いて質にしてこれを守り多く記して質にしてこれを親しみ詳しく知りほぼにして略にしてこれを行う君臣に曰わく出入何時の諸々の測るにより諸言同じ死に言う祝神君主、その義いつなり講師が言ったその人の言葉には実証があり 行為には原則があるからその人の意志は生きている限り他人に奪われることなく死んでからはその人の良い名を汚すことはできないそれゆえ君子は多くの知識から少しをえり抜いて守り多くの記憶から少しをえり抜いて親しみ精密に知っていることから要領をつかんで実行する君賃に君賃編に いや出入のことは何時ら諸官の意見を求め賛成者の多い説を取ろうとあり司教には良い人たちは守る礼儀が一致しているとある。C 曰く「ただ君子はよくその正しきを読みんじ精進はその正しきを読す」ゆえに君子の法有は強ありその憎むこと法あり。 このゆえに近き者惑わずして遠き者疑わざるなり死に言う君子の高級孔子が言ったただ君子のみ政党の人を知って好むのであり精進は政党の人を害するゆえに君子の法擁は皆向こうところ向こうところを同じくし君子の憎む人々は皆向こうところを同じくする従って君子に近くにいる人々は 交友を結ぶのに迷うことがなく惑うことがなく君子から離れている人々も噂で知るから悪人を認めるのに疑うことがない司教に君子には良い相手とある師いわく 貧乙を断つを軽んじて風紀を断つおもんずるはすなわち剣を読みんずることかたからずして悪を憎むことを明らかならざるなり人は利せずと言うといえども我信ぜざるなり死に言う大有の接するところ接するに意義をもってす。孔子が言ったある人が貧乙の友と交わりを断つことは気にかけず。 風紀の人と交わりを断つことには慎重であるとするとこの人は剣を好む心がけが十分でなく悪を憎む心がけは明確でないのであろうそしてその理由はと問うとその人は利益のためではないと答えるかもしれないが私はその返事を信じないなお司教に。 これは法友の助けである法友は意義を正して私を助け導くのであるとある君主は賢者を友としその補佐を得ねばならない死いわく死刑徳によらざれば君主自らとどめず死に言う 人の我を読みんずる我に宗教を示すし曰く癒やしも車あれば必ずその職を見癒やしもいいあれば必ずその兵を見る人癒やしもこれを言うことあれば必ずその声を聞き癒やしもこれを行うことあれば必ずその性を見るカッタんに曰くこれを服していとうことなしと向シが言ったもし 車があれば必ず職という車上から拝礼するための設備の有無を見衣服があればほころびを見人が何か言う時には必ず直接にその声を聞き何か行うなら必ずその成績を見る司教の合端にその衣服をいつも着ていて飽きない気に入った衣服は古くても破れても飽きないとある。 神曰く言葉従いてこれを行えばすなわち言飾るべからざるなりこう従いてこれを言えばすなわちこう飾るべからざるなりゆえに君し言をすくのうして行い持ってその真をなすああこれことってこのことって読んだり言って言ったりしてますねちょっと統一しましょう 死曰く元従いてこれを行えばすなわち元飾るべからざるなり、こう従いてこれを言えばすなわちこう飾るべからざるなり、ゆえに君し元をすくのうして行いもってその真をなす、すなわち民その美を大にしてその悪を生にするを得ず、死に言う八景の欠けたるはなお磨くべきなり、この元の欠けたるは治むべからざるなり、生涯に曰く まことなるかな君子、もとい、まことなる君子、まことに大いになす、君子に曰く、昔上帝聞いて、文王の徳を重ね進めて、それ、大名をその身になせり、向氏が言った、言って、その後すぐ行うような場合は、言葉を飾ってはいけない、また、行って、その後 すぐそれをを言うようよな場合はは行いい飾ってはいけないそれゆえ君子は言葉を控えめにして実行しそれで真意を示すのであってそうすれば人民も見習って自分らの美点を大きく言い欠点は小さく言うことができなくなる。司教に 八景の傷はなお磨くことができる。この言葉の傷は手,入れ手を入れることができないとあり生涯に「誠意の満ちる君子は誠に対抗をなす」とあり訓石編に「昔天帝は衆の文能の徳をあまねく詳しく観察してさて天下統治の大名をその身に下した」とある。 曰く難人言えることあり曰く人にして常なければもって牧税をなすべからずと古の威厳か既税すらなお知るあたわずしかるを言わんや人においておや死に言う我がきでに飽きて我に計りごとを告げず越命に曰く尺悪徳に及ぼすことなかれ民立てて正すこともっぱらにして祭祀すこれを不敬となす ことはんなればすなわち乱る真に使うるはすなわち勝たし疫にいは空その徳を常にせざればあるいはこれが恥を進むその徳を常にして正し婦人は吉風死は強なり孔子が言った「陰の牧人がこう言っている」「相手が節操のない人ではその人について牧税を用いることができないと。 これは古来の言い伝えであろうよ。節のない人のことは木勢さえ先が読めないのだからまして人間にはそういう人々のことはわかるまいよ。司教に我が亀はすでにこの占いに僕に飽き吉祥を告げてくれないとあり閲名編には感触を悪徳の人に与えてはならぬ。もしそうすると人々はその悪徳の人を 経して当然のこととするであろうそしてもしその人物が専門の職として祭祀に携わることにでもなれば極めて不敬であるこうした人物はもともと徳も力もないのであるから職務上で少しく難しいことができればすぐに失敗するであろうし神に仕える職務においても成功しないであろうとあるまた疫境の効果にはこの彼では 身の処し方を一定にしないと恥をかく場合もあるであろうただしいかなる場合にも身の処し方を一定にして変えないというのは夫人にとっては基地であるが男子には今日のことがあるとある以上 C 独領次司教に移りましょう C <医>帝府の C 一番目 C のよろしき、破れなば、よ、また、改めつくらん。死の間に行き、帰らば、よ、死の酸を授けん。C のよき、破れなば、よ、また、改めつくらん。死の間に行き、帰らば、よ、死の酸を授けん。G の大いなる、破れなば、よ、また、改めつくらん。死の間に行き、帰らば、よ、死の酸を授けん。 目から焼く C。焼分だけ読んでいきましょう。黒き御僧の似合わしき、やれなばさらに作りてん。君が館に出まして、帰らばいいを参らせん。黒き御僧の好ましき、やれなばさらに作りてん。君が館にいでまして 帰らば飯を参らせん。あ、いいですね。帰らばいいを参らせん。黒木温存の豊けさよ。やれなばさらに作りてん。君が館にいでまして、帰らばいいを参らせん。紅白、生姜の紅白。 これ竜王がンを信じて無道なるをそしれるしなり。せいたりひいたり、このばいきんをなす、かの人を信する者、またすでにはなはだし。しゃあたりしいたり、この難気をなす、かの人を信する者、たれをあるじとしてともにはかる。収集・編編として、はかりて人をしんせんとほす。 汝の弦を慎め、汝を信あらずと言わん。少々反端として、はかりて信玄せんとほす。兄汝に受けざらんや、すでにそれ汝に移らん。狂人はこうこう、老人はそうそう、争点、争点。かの狂人を見て、この老人を憐れめ。 他の人を信する者誰を主として共に図るかの信人を取りて最後に投げ与えん最これはずんば裕北に投げ与えん裕北受けずんば郵便に投げ与えん遊縁の道補給に加う自陣申しこの詩を削除一す万博の君子、謹んでこれを聞け 「最古にクラワ,ズクラワズンバとかここら辺でしたっけね。メカジョは竜王をそしるし自陣が残を悼んでこの詩を作るとしモーデンでは自陣申しなるものが罪が決まって形状に惹かれる時の歌と見ている。 主ュはこの時誰か残言のため罪を受けて休刑に処せられ自陣とされた者がこの詩を作ったのだとするが今それによら,よらない「紅白綾とりどりにあのばいを編みなすようにそしりごとをば編みなす人のを何という甚だしさ大きく口を張り広げたあの簑星のように簑星のそれのように」 そしり言をそしりごとをおば広げる人は誰について,働誰についてはたくらむのかひそひそとかけまわって人をそしろうとするけれどもお前の言葉を慎めよやがてはお前を信じまいさかしくもあれこれと偽りごとをばたくらむが今こそお前を真に受けても やがてはお前の身の身上だ。ごる者は楽しそう苦しむ者は痛ましいそうよそうよおごるやからをみそなわし苦しむ者を憐れみたまえ偽りそしる彼のやか,かのやから誰についてはたらむぞ偽りそしるやつらを捕らえ最古に投げて食わせたや 最古も嫌だと食わぬなら北の果てに投げてやれ北の果てでも受けぬならお天と様に投げ合ってしまえ妖艶の道はいずれ美宮へ続きまする自陣申しこの詩を作る大方の殿方慎んでお聞き下され「文能、大河の文能。 これ宗公文皇の徳を述べもって聖王戒めんとて作れるしなり文皇神にありああ天に明らかなり宗は旧法なりといえどもその名これ新たなり優秀明らかならざらんにゃ低名時あらざらんにゃ文皇上り下りて低の左右にあり ビビたる分能、霊文やまず、衆に敷きたまえり、これ分能の孫子、分能の孫子は本子白姓なり、およそ衆の子、明らかならざらんにゃ、またよよにす。よ、これ明らかならざらんにゃ。そのはかりごと、よくよくたり、ここに麗しきたし、この王国に生ず、王国よく生ず、これ衆の帝なり。 生成たるたし分能をもってやすし「ぼくぼくたる分のああ周期にし,して軽してとどまる大いなるかな天命衆のもとい衆の尊子を保つ衆の尊子その数多くのみならず上情すでに命じてこれ衆に服せしむこれ衆に服す天命は常なし」。 因子の不備になる刑に干渉すその干渉をなすは常に奥を福す王の人心汝がそう思うことなからんにゃ汝のそう思うことなからんやここにゃここにその徳を治むここにその徳を治む長くここに命に入し自ら他福を求む 陰のまだもろもろを失わざるやよく上敵に這いせりよろしゅう院に勘が見るべし春明安からず。名の安からざる汝の身に立つことなかれ義分を扇傷しまた院をはかりて天によれ上天のことは声もなくかもなし分皇に義敬せば万法を誠をなさん。 「分能天にまします分能ああその徳天に輝きたも衆は古き国なれども受けし天命こそ新たなれ下に輝かならずや我が衆下に意味じからずや天の命分能の御霊は甘かよい天帝の御蕎麦におわしますなり」。 勤めてやまぬ文脳がよき誉れやむ時なくあまねく恵みを垂れしきて我が衆をはじめたまえりここに文脳の子孫文脳の子孫元枝剥製作る気なくおよそまた衆の死輝かによよ都まつるよよにつくをまつること輝かにそのはかりごといよよ慎めり それ、めでたき剣士あまたこの王国に埋まる王国よ,よく他者を称ずこれ衆の中世なり正々たる他者文能の御霊もよりて休んじたもらんその徳深く満ちたまえる文能はああ光やまず慎みたまぬ大いなる。大いなるかな天命かの因の子孫 のの子孫はその数数十万天帝ひとたび命じてはここに州に起伏しぬここに州に起伏しぬ天命は常なきなり院の紳士優れてさときも州の都に来たりて酒注ぎ宮へ進め宮へ進めて祭り助けぬその祭りを助くるに常に滅びし院の冠をつけたり これ見て、中厚き州の真よ何時の御親を思わざらんにゃ何時の御親を思わざらんにゃそれよくその徳を治め長く天の命に沿いて自らその身の多福を求めよ因の未だ諸人を失わざりし時はよく天庭の心にかなえりよろしく因に鑑むべし鑑むべし 体名保ちやすからず体名保ちやすから何時の身に及んでこれを失うなかれよき誉れを世に明らかにしてまた院の工房が天により死を図りみよ上天のなすところ声もなく香りもなけれどただよく文能に乗っ取らばよろずの国まことをなして従いぬべし以上。 生賀の節南山節たるかの南山これいしがんがんたりかくかくたるシー民民共に難時を見る有心役がごとくあえて議断せず国すでについに絶えんとす何をもって鑑みざる節たるかの南山身のそれいいたるあり カクカクたるシーン不平何と言わん天正にしきりに病み騒乱大いに応し民間よみ民ずることなけれども勝って懲り嘆くことなし因子は大使これ衆の元なり国の金を取って司法をこれ保ち天子これ助け民をして迷わざらしむ皇天に哀れまれず よろしゅう我が死を苦しむべからず自らせず自らせざれば庶民信ぜず問わず使えざれば君子を欺くことなかれもって平らかにしもってやめ精進に危ぶめられることなかれささたる因果はすなわち武士せしむることなかれ合点等しからずこの吉祥を下す。 天恵まれずこの大礼を下す。君子もしいたらば民心をしてやましめん。君子もし平らかなれば、平らかならば、おどこれ遠ざからん。皇天に憐れまれず乱定まることあることなし。もって月にこれ生じて民をして休んでざらしむ。勇心帝のごとく。誰か国の姓を取るものぞ。 自ら祭りごとをなさずついに白製を浪す。かの死亡を餓して死亡高齢なり、我れ死法を見るに粛々として羽するところなし。まさに汝が悪を盛んにせば、汝が歩行を見すでに平らぎすでに喜べば、愛報ゆるが如し、 天平らかならず我が王安からずその心を懲りずえってその性を恨む過保証を作りてもって王教を極むもって何時が心を貸してもって万歩を養わん三ヤ役 高くそびえた南山は岩を険しくそそり立つ。県勢かくかくたるシーンは民皆そなたを仰ぎ見る。流心役がごとく、戯れさえもあえて言えぬ。国はもはやことごとく耐えたに、いかなれば帰り,もせずせぬ帰り見もせぬ。高くそびえた南山は大いなる片岡あり。 県政カクカクたる死因の偏った祭りごとをどうしよう天今しきりに災いし騒乱は果て,果てもなく民皆神をそしり恨むをああついぞとどめもせぬ因子大師は州の忠世国の体験をとるからは司法を維持し天子を助け 民を迷わせぬはずであるのに、釣れない天よ、我が諸人を尽くしてよいのか。祭りごとを自ら取らねば、民人は信じはせぬ。よく調べよく見ねば、君を欺き侮ろう。公平に正しきにおり、下を危うくさせてはならぬ。取るにも足らぬゆかりのものを厚く用いてはならぬのだ。 天平らかならずこの極まれるまがごとを下すまがごとを下す。皇天恵まず。この大いなる横島を下す。君がもし正しきにおれば民の心も治まろう。君がもし公平ならば民の憎みも去るであろう。釣れない天よ乱は定まることもなく月々にこそいやまして民は安けきひ,ひと手もない。 ううれうる心は酔えるがよう。「誰が国の体験をとって自分では政をせずことごとに民を苦しめるぞ。」「四つのお馬に車をつけて馬は首太くたくましいがさて四方を見渡すに乱れじまりはせ行こうところもない」「そなたが憎みを募らせてはすぐにも矛に目をかけるひとたび心に喜べば」 互いに酒も組み交わそう高天平らかならず我が王も休んじたまわぬその心を懲りやめずかえって勇める者を憎むもとかえって勇める者を恨むかほこの歌を作って王のまがごとを極めまいらすそなたの心を動かしてよろずの国を養えとこそ以上切なんざ。 司教大河部これ武王の徳を褒めたるしなり兜下,下告げるはこれ衆いよいよ鉄王あり三公天にあり王慶に配す王の慶に配するは 聖徳早求すればなり、長くここに命に入す、王の誠をなす。王の誠をなすは、かどこれ乗っ取る。長くここに功を思う、功を思うこれのりにす。この一人を慈しみ、大鶴にこれ、純徳をす。長くここに功を思う、明らかなるかな福を継ぐこと。明らかなるかな来居。 その祖父を継がば晩年え晩四年において天の幸いを受けん。天の幸いを受けて四方来たりがせば晩四年において何ぞ助けあらざらん。三方役下部世々に継ぎゆく衆なれば世々に賢き訓納あり。三公の御霊は天にあり。 王は都に並びておわす王は都に並びておわし与与の徳に類したも名護を天の命に沿いて王者の誠を成したまえり王者の誠を成したまいてまねき世のりとなる長く御親に功を尽くし功を尽くして世のりとなる神一人をめでしたい 民皆公の徳を受けたり長く御親に公を尽くして下に明らけきよ継ぎあり下に明らけきよ継ぎあり御親の後を継ぎまさん大よろずよに天の幸いを受けたまわん天の幸い受けたまい余もの国々来たり祝わん大よろずにいかでか助けのあらざらん以上 「大河の欲」「これ永の武功の自ら戒めるしなり」「よくよくたる意義これ徳の過度なり人もまた言えることあり鉄としてグーならざるはなしと」と諸人のグーなるはまた元としてこれ質なり鉄人のグーなるはまたこれこれ霊なり 強きことなからんにゃこれ人司法それこれを君とす確たる特効あり司法これに従おう大いに計りて命を定め遠く計りごとして時を継ぐ意義を敬信すこれ民の,のりなりそれ今にあり今にありてとを明覧するを尊びその徳を転覆し酒に交誕す何時短錬に従うといえどもその次を思わざらんにゃ 広く洗脳を求めて、よく名形を取ることなからんにゃ。かるがゆえに交点たっ飛ばず、かの流線のごとく、臨書してもって滅ぶることなかれ、つとにおき弱にいね、邸内を再装す。これ民の将なり、何時のシャバと九死十平等を治めよ。もってつわものの怒るを戒め、もって万歩を遠ざけよ。 何時の人民をなし何時の行動を慎み持って不具をいましむ何時の和をいだすを慎み何時の意義を慎み重化せざるはなし八景の欠けたるはなお磨くべしこの源の欠けたるはなすべからず有言を安くすることなかれ癒やしゅうもすということなかれ我が舌を取ることなくことゆかしむべからず 言として報いざることなく徳として報いざることなし「こと」と読んでる時ときと「言」と読んでるときどうか使い分けてるんでしょうかね。法有と庶民少子とに従えば子孫上々として万民を受けざることなけん。何時の君子を友とするを見るに何時の顔を集中し何ぞ過ちあらざらんや。 何時の質にあるを見るに小稲川くはお苦労に恥ず言う,ことな言うことなかれ明らかならずしてようここに見ることなしと神の至ることはかるべからず言わんにゃいとうべけんにゃ君何時徳をなしてよからしめよからしめよ よく汝の形を慎んで義に誤たざれがわず損なわずんばのり,となすのりとならざること少なけん我に遠ずるに桃を持ってせばこれに報ゆるにす桃を持ってせんかの道にして角ある実に少々みたる人生たる重木はここにこれが糸を瓶にす穏穏たる狂人はこれ徳のもとになり それこれこ鉄人これに戒厳を継ぐ純徳これを好う、これそれこれ愚人なり帰りて我をせんという民おのおの心ありああ少子いまだ造幣を知らずてこれを軽するにあらずここにこれにことを示す面これを命ずるにあらずここにその耳をひっさぐたといまだ知らずというとも またすでに死を,死を抱く。民の蜜るなき誰か早を知りておそうならんにゃ。皇天甚だ明らかなるも我が性楽しみなし、何時を見るにボーボーたり、我が心さんさんたり、何時を教うることじじゅんじゅんたり、我に聞くことボーボーたり、持って教えとなすにやらず、帰りて持って逆となす。 たといまだ知らずというともまたここにすでに坊す。ああ少子何時に古きを継ぐ我が計り事を聞き用いば小犬が湧くは大いなる悔いなけん天さにか難んここにその国を失わんとすたとえを取ること遠からず好天たがわずその徳を壊滅し民をして大いに速やかならしむ。 メカ大よく「美しいその身の意義はまことに正しい徳の門いしかるに今は人も言うさとき人とて皆愚かだと」と世の諸人の愚かさはもとより全く困ったことだがさとかるべき人の愚かなのはこれぞあるべきことではない。 誠に勤めて山の人は与もも教えとするであろう正しい徳の行いは与もも従い習うであろう大きく測って教えを定め遠くおもんぱかって随時に布告しその身の陰影を慎めばこれ,こ,そこれぞ誠に民の範しかるを今の世にあっては進んで政を惑わせてその身の徳を覆し すさんで酒にふけるばかり「そなたは楽しみにふけるともみおやに継ぐのを思わぬのかあまねくみおやの道を求めよくその祈りを取ろうとせぬのかかくて天もだつけたまわず泉の水の流れるようにもろともに滅びゆかずにおられようかつとにおきよあに稲、ね、朝廷のうちをはき清めて さてこそ民のノリとなるそなたのシャバをよくおさめ弓や盾矛整えて戦起こるに備えして恵比寿を払い遠ざけよそなたの民をよく正し君たる態度を慎んではからぬ憂い防げよかし言葉や意義を慎んで和やかにまたよろしゅうせよ八景の欠けたのは 「なおも磨けば磨かれる」「この言葉の欠けたのはもはや取りなすすべはない」「たやすくものを言いますがただかりそめと言いますが我が下抑えるものはないうかつに言葉を出しますがいかな言葉も身に返りいかなる徳も報いあり軍心諸子若者をよく慈しんでゆくならば そなたの子孫は次々に「よろずの民がいただこう」「人にまじらうその時はそなたの顔を和らげて戸川ないかと恐れるがそなたが一人おる時に部屋の隅にも始まいかあらわでないと言いますな見るものなしと言いますな神の来ますは計られぬまして怠りあるべきか」 そなたの徳をのりとして民を良きにむかわしめそなたの形を慎んでその身の意義を誤たずたがわず損なうことなくば民の習わぬものはない桃ももをたまわば報いにす桃もも角なし羊に角を求める無理はそなたを乱すもの さが美しく柔らかい木は糸をかけてことにする。温かに慎む人はこれぞまことに徳のもとい。ああこれ心さとき人にいにしの良い言葉を告げるなら徳に従って行うがああこれ愚かな人々はかえって私を偽るという人様々の心持ち。ああ年若き人よことのよし悪しもまだ知らぬ。 でもてそなたを引くのみか明らかにこともて明かし目の当たり教えるのみかその耳を引っ張っても聞かせたいよしまだものを知らぬとはいえもはやその子を抱いているのだ民の心はそなたに満たぬ早く気づけば早くなるものを交点はまことに明らかだ思えば生きる楽しみもないそなたを見れば何にも分からず 私の心は憂い痛む。ゅんとそなたを教えても私の言葉は心にかけず何の教えとも思わずにかえって戯れとしてしまう。まだものを知らぬと言わばいえまだものを知らぬと言わばいえもはや追いぼけてしまったかのよう。ああ年若き人よ私はそなたに古きおきてを告げる私の計りごとを聞き入れるなら。 大きな悔いもないであろう天今悩みを世に下し今その国を失うのだ遠いうことを言うのではない好天はつゆたがわぬその徳を横島にして民を痛くも苦しめられるか「都人誌うがの都人誌」。 これ、周秘と衣服常なきを単じて作れるしなりかの都人誌「故宮高校たりその形改めず弦をいだしてあやあり」かの都人誌「故宮高校たりその形改めず弦をいだしてあやあり」。 ゆいて衆に来せば万民の望むところならん。かの都人誌、大流、視察にす。かの君子の女、昼直、神のごとし。我見ざれば我が心喜ばず。かの都人誌、十字、終日にす。かの君子の女、これを陰吉という。我見ざれば我が心、うっつす。 かの都人し、帯を垂れて霊たりかの君子の女、剣髪さそりのごとし我見ざれどもここにこれに従ってゆかんこれこれを垂れるにあらず帯すなわちあまりありこれこれを巻くにあらず紙すなわち上がることあり我見ざればここに何ぞ望まん目片役都人し。 都から来たあの方は狐の衣の色も気にいつも立派なその姿物言わるるもうるわしく週に帰って行きませばよろとの人にあおがれよう都から来たあの方は黒い冠に菅の傘そしてあの娘子の豊かにすぐなその黒髪ああもう見られぬ私は本当につまらない 都から来たあのお方は耳金に玉のふさぎそしてあの娘子は因子喫死の姫ともいようああもう見られぬ私の心は憂鬱だ都から来たあの方は垂れた帯もあまりありそしてあの娘子の舞高みはさそりのおああもう見られぬ本当について行きたかった わざと垂らしたわけではないが帯はなごうて垂れ下がるわざと巻いた紙ではないが紙は多くて巻き上がるああもう見られぬどうしてこうまで思われる至急これ在位者の心を持ちうる。 近平先逸なるを褒めたる者なりあるいは言う在位に君子なくその用心のいつならざるをそしれる者なりとあこれはこういうふうになってるやつですねドン。どん 子宮桑にあり、その子七つ、祝人君子、その義一つ、その義一つなれば、心結ぶがごとし。子宮桑にあり、その子梅にあり、祝人君子、その帯はこれし、その帯これしなれば、その弁これき。子宮桑にあり、その子うばらにあり、祝人君子、その義たがわず、その義たがわざれば、この四国を正しうす。 至急桑にありその子はしばみにあり祝神君子この黒人を正しゅうすこの黒人を正しゅうせば何ぞ晩年ならざらん目から訳夫ふふどりは桑にその子は七つ良き人はのりを変えずのりを変えず心はかたしふふどりは桑にその子は梅に 良き人は練り絹の帯練り絹の帯冠は青き飾り夫婦鳥は桑にその子は茨に良き人はノりもたがわずノりもたがわず四方の国を正しく導く夫婦鳥は桑にその子はやぶに良き人は国人ただす国人ただす千代に八千代に 生姜の照明これ「大夫乱世に使えたる」を食いて作れるしなり「命名たる上天角を勝輪す我ゆいて西に行き旧夜に至る二月初期すなわち干渉を放る心の憂えありその毒甚だ逃がし」。 かの狂人を思いなんだ落ちて雨のごとし、あに帰るを思わざらんやこの在庫を恐る。先に我が行けるとき日月まさにのぞけり、いつかここにそれ帰らん、年ついにここに暮れぬ、思う我れ一人にして我がこと甚だをおし、 心の憂えある苦しみて我いとまわらずかの狂人を思い剣剣として思い思い、えー、思うあこれ思うですねきっと思い思う兄帰るを思わざらんやこの剣道を恐る先に我が行ける時実月まさに温かなりき何ぞここにそれ帰らん 政治いよいよ迫れり年ついにここに暮れぬよもぎを取り豆を刈る心の憂えあり自らこの痛みを残すかの狂人を思い起きてここにいで宿るあに帰るを思わざらんにゃこの反復を恐るああ汝君勲安城常とするなかれ静かに汝の位を慎み成直、これ組みせば 何時のこれを聞く国をもって何時に与えん」「ああ何時勲し安息を常とすることなかれ静かに何時の位を慎みこの聖直を読みんぜば神のこれを聞く何時が慶福を大いにせん」「目片役」 明らけき情点は下津よみそなわしたもうとや我入れて西に行きいや遠き果てに至りぬ如ぎの初めよりいつか夏をへ冬をへぬ心の憂いをいかに我が身を苦しむるかの良き人を思うてはおつる涙は雨のごといかで帰るを思わざらんただその罪を恐れれば 昔我い弟子とき、年改まる春なりき。いつの日かまた帰りなん、年もいつしか暮れかかる。思えば一人ことしげく、心の憂いを、暇なく我を苦しむる、かの良き人を思うては、頼る間もなく思いやる。いかで帰るを思わざらん、とがめ、うくるを恐るれば。昔我い弟子とき、ときあたたかき春なりき。 いつの日かまた帰りなんことのみいよいよ迫り来たる年もいつしか暮れかかるよもぎ取り豆を取り心の憂いを今は我が水を恨まるるかの良き人を思うては弱に不指導を聞いでぬいかで帰るを思わざらん常なきあだを恐るれば思えば君をいたずらに安けくのみはおりますな 君が位を慎んで正しき者と共にせば天つ神も聞こしめし君によきことを賜わらん思えば君をいたずらに安けく行こうておりますな君が位を慎んで正しき者をめでませば天つ神も聞こしめし大いなる幸を賜わらん。 が半上亭半々たり家民ことごとく闇ぬことを言い出すこと叱らずはかりごとをなすこと遠からず性をなくしてかんかんたりまことにまことあらずはかりごとのいまだ遠からざるここをもって大いに勇む天のまさに悩ませる四角けん,けんたることなかれ天のまさに動ける四角永永たることなかれ言葉これやわらかば 民これ合わん言葉これ喜ばば民これ定まらん。我がことをことにすといえども何時と同僚たり我何時についてはかるも我に聞くこと合合たり我が言語れ異なりもって笑いとなすことなかれ先民言えることあり数乗にはかると。 天のまさに虐ぐる四角逆逆たることなかれ老夫かんたり少子恐々たり我が言の申するにあらず何時憂えをもって逆とす大くばまさに高校たらんとす旧約すべからざらん天のまさに怒る可否をなすことなかれ異議ことごとく迷い善人もすなわち死のごとけん民のまさに伝義する すなわち我をあえてはかることなけん。騒乱滅死し。がって我が死を従わしむことなけん。天の民を開く、剣のごとく、地のごとく、小のごとく、刑のごとく、取るがごとく、ひっさぐるがごとし、ひっさぐればまさんということなし、民を開くこと甚だやすし、民の罪を置き、自ら罪を断つることなからん。 海人はこれ藩大使はこれ縁大砲はこれ兵大僧はこれ官徳を抱けばこれ安し宗師はこれ城城をして破れしむることなかれ一人これ恐るることなかれ天の怒りを慎んであえて義をすることなかれ天の変わるを慎んであえてくすることなかれ交点ここに明らかなれば 汝と質をす後天ここに明らかなれば汝と遊園すメカダ訳藩天帝その常の道に背き民は今皆疲れ悩む語る言葉も道ならず間近いことのみ考えて悟きもの並して欲しいままに一つも誠に負うことなく といいこことをもんからぬ、去ればこそ大いに勇める。天が今やこの世を悩まそうとするときそのように独特としていてはならぬ天が今や変動しようとしているときそのようにのんびりとしていてはならぬ神の精霊が和らいでいれば民は一つに集まろう神の精霊が喜ばしかったら民はおのずと定まろう 私は仕事は違ってもそなたと同じく使える身私がそなたに相談しても私の言葉は聞き入れぬ私の言うことなすことをただ笑いとのみするなかれ昔の人も言っている「木こり草刈り」にも問いはかると「天がこの世を虐げようとする時その世に倒れていてはならぬ老いた私が精神から告げるのに若いそなたはおごって聞かぬ。 私の言葉はまだおいぼれてはおらぬはずだ。それに何時は平気で戯れる。ただ燃え盛る火のように、今に教えなくなってしまおう。今に救えなくなってしまおう。天が今怒ろうとしている時、追従ばかりしていてはならぬ。朝廷の人の意義は皆失われ、良い人は手をこまぬいて立つばかり。 民は今や埋めき呼ばわるに少しも我が民人をおもんぱ,ろももんぱかろうとせず騒乱は救うべきすべもないのについぞ我が諸人を慈しまぬ天の民を導くのはあの土笛と横笛のようにあの京と聖とのように昭和し愛和し愛王手手から離さず携えて火に怠らねば 民を導くのは安いことだ。民の横島が多いとて気ままに法を立ててはならぬ。良き人は国の間書き、大衆は国の追書き、大法は国の門書き、大層は国の固め。毒を思えばいいと安く、相しこそ固めの城、城を壊させてはならぬ。 一人取り残されて恐れるようなことではならぬ。天の怒りを慎んで、あえて戯れ楽しまず、天の代わりを慎んで、あえて遊び回ってはならぬ。天の将来は明らかで、そなたの出て行くにつゆ離れず、天の将来は輝かで、何時の、何時の遊学にもつゆ離れぬ。 以上半知教公言」えっ、ー、とこれは生和の公言これ「大夫残に破られるる」を恨みて作れるしなり悠々たる好転。曰く父母と罪なく罪なし乱格のごとく大いなり 花ははだいいあり、ようまことに罪なし、公天花ははだ大いなり、ようまことに罪なし、蘭の初めて生ずる、真初めて早くいる、蘭のまた生ずる、君子残を信ず、君子もしいからば、蘭小犬がわくは速やかにやまん。君子もしよみんぜば、蘭小犬がわくは速やかにやまん。君子しばしば誓う、蘭ここをもってちょうず。 君子等を信ず蘭ここをもって某なり唐言甚だ増し蘭ここをもって進むその境をとどむるのみにあらずこれ王の病なり疫疫たる神病は君子これを作る秩秩たる大勇は聖人これを定む他人心あり我れこれを忖度す敵敵たる残とは犬に会うてこれに得らる。 人生たる重木は君子これを生うう往来の高原は心にこれをわきもういいたる石原口よりいず光源光のごとく顔これ厚しこれ何人ぞかのほとりにおる剣なく優なく元として乱戒をなすすでに美にかつ小に何時の言うこれ何ぞはかりごとをなすこと大いに応し何時の巨と幾くばくぞ 高原「メカ光源果てもなく広い天は民の父母だというものをなぜに何の罪もなくてこの大乱に遭うことか天は実に恐ろしいが私に全く罪はないのだ天は実に大きいが私に全く咎はないのだ乱の起こる始まりはまず偽りを受け入れるから」。 蘭が重ねて起こるのは君が残言を信ずるから。君子がひとたび怒ったら蘭はたちまちやむであろう。君もし良き者に幸いすれば蘭はたちまちやむであろう。君がたたび誓うゆえ蘭はいよいよ大きくなり君が盗人を信ずるゆえ蘭は激しくなりまさる。盗人の言葉は甘いゆえ蘭はいよいよ進むのだ。 人皆務めに慎まず君の災いとなるばかり大いなる御霊屋は君子がこれを作りたまい秩序正しい帯同は聖人がはかって立てたもうた他人に悪い心があればこれを押し量るは安いこと羽を取るずるいウサギも犬に会えば取られるものだ柔らかい両木は 君子がこれれを植えておかれた。き来のよし,よしないことの葉は心にわきまえねばならぬはずようあざむく体言は口からでまかせ笛吹くような上手な口先は恥を知らぬ厚かましさだそもそも彼は何者だ川の岸に住もう身の力もなければ勇気もなくひたすら乱のもとを開く足かさをやみ、 足晴れて「足れてかさを闇足腫れてどう切るんだろう?」「闇足」とか言うよね足かさを闇足腫れてお前の勇気とはそもなんだたくらみばかり多くしてお前の仲間はいくたりか司教書が「せ月」。 かの反伝を見ればうったるその徳あり天の我を動かす我に勝たざるがごとし彼はがノリを求むる我を得ざるがごとし我を捕らえて救急としまた我を務めしめず心の憂えありこれを結ぶことあるがごとしんあれ なんか全然違うところを開けていた。も、ま、といえ正月正月と読んでる。ご恩読みしてるね。清月。清月搬送あり。我,我が心優勝す。民の加減また花肌これ大いなり。思うは我一人のみ。有心経験たり。悲しいかな我が昇進。そういう持ってやめり。父母我を生む。 何ぞ我をしてやましむる。我より先ならず我より後ならず。高原口よりし、有言口よりす。有志悠ゆたり。ここをもって侮られるることあり。有心経慶として我がろくなきを思う。民の罪なきも合わせてそれ親睦とす。悲しいかな我人何においてろくに従わん。カラスのここにとどまるを見るに誰の奥においてせん。 かの駐輪を見ればこれ滝ぎありこれつまぎあり民今まさに危うく天を見るにぼうぼうたり既によく定まることあらば人に勝たざることなしこうたる情亭ありこれたれをかここに肉まん山をけだし引くしというお語りお語り民の加減むしろこれを凝らすことなし かの頃を召しこれを専務に問うともにようなりという誰かカラスの死ゆを知らん。天をけだしたかしというあえてせぐくまずんばあらず地をけだしあつし,あつしというあえて抜き足せずんばあらずこれこの言語を叫ぶ倫あり咳あり悲しいかな今の人何ぞ喜液をなす。 かの転を見れば、うつたるその徳あり、天の我を動かす、我に勝たざるがごとし、彼はがのりを求むる、我を得ざるがごとし、我を捕らえて救急とし、また我を務めしめず、心の憂えあり、これを結ぶことあるがごとし、今この祭りごと何ぞしかく霊なる、量のまさに上がる、何ぞこれを滅する者あらん。 かかくくたる宗集ほうじこれを決す。ついにそれ長く思う、また陰寓に苦しめられん。その車すでに乗せ、すなわち汝がかまちをすつすなわち汝時の彩を落とし、白に世を助けようとこう。汝がかまちをすつることなく、汝が服を増し、しばしば汝が僕を帰り見ば、汝時が彩を落とさじ。 ついに絶権を超え,え,えん、勝ってこれ意図せずや、鵜を沼にあり、またよく楽しむにあらず、潜んで伏すといえども、またはなはだこれ明らかなり、勇心さん,さんとして国の逆を成すを思う。 彼死守あり、また高校あり、その隣に公費し、婚姻花肌運んす。思うは我一人のみ、友心陰陰たり。死子,子として彼奥あり、即足としてまさに濃くあり。民今のろくなき、天災いし、これそこの、良いかな止める人、悲しいかなこの経読。 目方役、「そう夏4月時ならぬこのひどい霜私の心は憂い痛む世の人の偽り事はなんとまあひどいことか思えば私はただ一人心の憂い闇がたく 狭い心の一筋に憂い悩む悲しさよ。父母は私を産んでなぜに私を苦しめる先にも生まれず後にも生まれずちょうどこの世に合わせるとは褒めるもそしるも口から出まかせの今の世に果てない憂いにいればこそ身に侮りを受けるのだ。晴れぬ心の頼りなく 幸いのない我が身を思う罪もない民人をまで共に奴隷にする世の中だ我が民人の悲しさよどこに行ったら幸いがあろう鳥は飛んで行ってどこの屋根に泊まるのか林の中を見渡せば薪や漕木があるばかり民は今こそ危ういのに天を仰げばぼうぼうとして それでもいつか定まれば人に勝たぬこともあるまい大いなる天帝は誰をこそ憎みたもうか山を低いと言わばいえ山の背もあり丘もある見やすい民の偽りをなぜにとどめようとはせぬ古老を招いて夢占わせ互いに我智と言おうとも誰がカラスの私有を知ろう。 天は高くもせぐくまり地は熱くても抜き足するとこんな言葉の叫ばれるその道理もあることだ悲しや今の民人はトカゲのように怯えてる険しい荒れ地に追い入れて一本立っている苗のように私を揺るがす風当たりは私に勝たぬを恐れるようだはじめ私を召す時は私を得ぬことを恐れながら 私を得てからは傲慢にまるで私を使い用いもせぬ。結ぼれとけぬ心の憂いを今のこの世の政は何とてかくも激しいのか盛んに上がる八いがりもいっそ消せば消えるも者格々たる総集も王子のために滅ぶものをこのいくつえを思い見ればまた長雨に苦しむのか。 また長雨に苦しむのか「車に積み荷を乗せた上その捨て木をば捨てるならそなたの積み荷は地に落ちて吐くよ助けよと言うだろう」「そなたの捨て木を捨ててはならぬそなたの車の焼かずを増して絶えず下辺べを顧みればそなたの積み荷を落とすことなく,く険しい道を乗り越えて何の恐れもないだろう」。 魚は沼に住んでいても何の楽しみとてもない。よし、潜んで隠れていてもすぐに人の目につくのだ。心の憂い痛ましく国の防政を嘆くばかり。かの人々には馬酒あり。また良い魚も取り揃え仲間を集め宴して身内図どうて惑いする。思えば私はただ一人。うれうる心は果てもない。 精進どもには屋敷あり卑しい者も,もろくを売るに民の今の幸のなさ天の下す災いか羨ましいは止める人悲しいはこの頼りない身だ司教集南官祥。 肝肝たる初級は川の巣にあり養生たる宿女は君子の高級紳士たる交際は左右にこれを流れ取る養生たる宿女は語尾にこれを求むこれを求めてえざれば語尾に思い思う言うなるかな言うなるかな点々反則する心身たる交際は左右にこれを取る 幼鳥たる宿女は近室これをともとす紳士たる交際は左右にこれを進む幼鳥たる宿女は証拠これを楽しむ「感所」「カンカンと連れなく連れなくミサゴは川の巣にたおやかの良き乙女こそ良き人の良き連れ」 長き短き水辺のアサぎは右左流れに取る、たおやかの良き乙女は明け暮れに思い求める。求めても得ねば思いの明け暮れに哀れ哀れよもすがら寝返りする。長き短き水辺の交際は、右左に積んで取る、たおやかの良き乙女は琴と引いて慈しもう。 えっと、ちょっと一行、一連ずれてしまった。長き短き水辺の交際は、左右に選び取る。たおやかの良き乙女は、しょして、楽しまそう。たいがきつい。これふけ、行為に、こた、ことるしなり。 すでにように酒をもってし、すでに悪に徳をもってす、君主は晩年、何時の契福を大いにせん。すでにように酒をもってし、何時の魚、すでに行う、君主は晩年、何時の証明を大いにせん。証明、盛んなることあり、功労にして終わりをよくす。終わりをよくするに始めあり、公私、過酷す。 そのつぐるこれなんぞ変等成果なり応用の助くるところ助くるに意義をもってす意義はなはだと時なり公私君子公私あり公私乏しからず長く何時に類を保うその類これなんぞ失家の困なり君子は晩年長く祖院を保うその院これなんぞ天何時に六をこうむらしむ 君主は晩年啓明つくことありその僕これなんぞ何時に助手を与う何時に助手を与えて従うに孫子をもってす御方役祭水酒もたらえぬ恵みも満ちぬ君はよろずよ大いなる幸癒しげくあれ酒もたらえぬ 魚も過ぎつ、君はよろずよ、あきらけきとくいまされ、あきらけきとく、輝き通り、高く明るく末々えまでも、はめよければ終わりもよけん、片白のよごと乗る、のるは何、見合えよろしゅう、マロードの祭り座すくる、のりもよし、のりもよし、主の君によつぎあり、よつぎつきず、 いや次々にたぐいたまわん。たぐいいかに、君が失火をえ広めん。君はよろずよ、長く幸いと、みすえたまわん。みすえいかに、天幸いをその身にたまわん。君はよろずよ、大名は祖が上につかん。つくはいかに、君にすぐれしおみだあたえん。 君にすぎれしおみな与えて君によき子孫与えん以上六名司教の生涯の六名一番目さっきは国風の一番目の感渉もあったしね大河の一番目の文脳もあったね 悠々たる六名、野の兵をはむ、我に家品あり、質をこし、章を吹く、将を吹き、甲をこし、教を捧げてこれを行う。人の我を読みんずる、我に宗公を示す。悠々たる六名、野の甲をはむ、我に家品あり、徳なはだ明らかに、民に示すこと薄からず。君子これのっとりこれ習う。 我に死守あり、家品持って、縁士持って遊ばん。悠々たる六名、野の菌をはむ。我に家品あり、質を越し、菌を越す。金を越す。質を越し、菌を越し、和くしてかつ楽しむ。我に死守あり、持って家品の心を円楽す。目から役六名。 サオシカは友なき呼んでよもぎはむ我にめでたきまろうどありしつかなで笛ふ吹ふいて形見ささげて進めてん主めでて我に大道を垂れたまえサオシカは友なき呼んでよもぎはむ我にめでたきまろうどあり徳の誉れも明らけく民に望んで糸を厚く君子の鏡とするところ 我に旨酒あり良きマロードと宴し遊ばんサオシカはともなき呼んでよもぎはむ我にめでたきマロードあり車奏で琴といて楽しみは果てもなし我に旨酒ありマロードの心楽しめ休めんいわしの二番目勝ったん クズのハウや、忠告に移り、これは、生成たり、校長を行き飛びて、寒木に集まり、その泣くこと、買い替えたり、クズのハウや、忠告に移り、これは、バクバクたり、ここに狩り、ここに似て、地となし、激となし、これを服して、いとうことなし、ここにししに告げ、 ここに「つげてここに帰らんとす」「いささか我が子を洗いいささか我が家をすすがん」いずれかすすぎ「いずれおかすすぎいずれおかしかせざらん」「父母に記念せん」メカ役「くずの葉はくずは伸びて谷間に入い生々とその葉茂る」「校長は飛んで藪に群がり軽々とさえずっている」 クズはのびて谷間にはいバクバクとそのしげるかって煮て糸取ってぬ布や細布に折るその仕事つゆもいとわぬさてうばに告げ糸まごい里に帰るといざや我がなれごろもいざ洗いいざすすごうよいずれを洗いいずれを残して早く我が父母の身元に 生和の社交これ戦王がうち政治を治め外遺敵を払いて文武の古いにしえに福祉士を褒めたるしなり我がするま我が車するめじゃないよ社交我が車すでに固く我がま既に同じ死亡朗々たりがしてここに品菓しにゆかん 電車すでによく脂肪は,はだ多いなり貧菓子に細あり菓してここに行きて狩りせんこの詩こ,ここに狩りすとを数えて五五たり蝶を立て棒を設け獣を五に打つかの脂肪にガス脂肪液液たり石仏近赤、海道液たることあり 血獣すでに並び、九死すでに整う。舎フすでに同時、我を助けて死をあぐ。死後すでに餓死、量産偏らず、その地を失わず、矢を放ちて破るがごとし。少々たる馬名、悠々たる敗勢。虚業驚かず、逮捕を満たず。この子、ここに行く。 聞くことありて声なしまことなるかな君子まことに大成す「我が狩車固く我が馬もよくそろった四つのお馬はたくましくいざ貸して品貸しに行こう」「狩車の用意もよく四つのお馬もいぞ盛んで 貧ん菓子に大きな狩り場ありいざがして狩りに行こうこの君、狩りに入れますと友揃えの声高々に旗を仕立て房もうけいざ豪の矢に狩りしよう四つのお馬に打ちがせば四つのお馬はよくそろう赤い前だれ黄金の靴集まる諸庫引きも切らず 湯がけ湯ごてもよくかない弓矢も弓矢ももはや整ったいてもそろって我がために狩場に芝を積み上げる車につけた四つの影脇の添え馬、ま、偏らず御者は巧みにはせめぐり馬の稲垣なな旗の色旗の色今は,自然今は次第に静まって 歌手も乗り手もしずしずと「君がクリアは道あふる」君「君行きます」と聞こえたが粛々として声もなし誠となるかなこの君が対抗成就しまさんこと以上しょうがのしょうびん 便天失意にして角にしけり、傍友開逸にして何の日かここに、やまん、はかりごとの良きには従わず、よからざるをばかえって持ちう。我傍友を見るに、またはなはだこれやめり。救急志士として、またはなはだこれ悲し、はかりごとのその良きには、すなわち共にこれ互い、はかりごとのよからざるには、すなわち共にこれよる。 坊遊を見るにこれここに何ぞ至らん我が木でに糸い,とい我に遊を告げず坊府甚だ多くここを持ってならず弦を発して庭に満つ誰かあえてその戸がを取らん行き行かずして測るがごとくこれをもって道にえず悲しいかな遊をなすや先民これ乗っ取るにあらず これ常とするにあらずこれ次元これ聞きこれ次元これ争うかの質を道に築いてはかるがごとくここをもってなるに遂け,けず国定まることなしといえどもあるいは生あるいは非民大いなることなしといえどもあるいは鉄あるいは棒あるいは宿あるいは害かの川柳のごとし 臨書して持って破るることなからんやあえて暴行せずあえて評価せず人そのいつを知りてその他を知ることなし戦々恐々として深淵に臨むがごとく薄氷を踏むがごとし庄敏今や天の激しい恐れが 甘ねくこの世を覆うている国のはかりごとのよこしまなことはいつの日にかやむであろうよい政策には従わずよからぬものをかえって用いるその政策を見るにつけなんと心のやむことか徒党を組んだりそしりあったりなんという投げかわしさよい政策には誰も背きよからぬ政策には皆従うこの政策を見るにつけ 「ああどうなってゆくことか」「占っても亀もあきれて吉祥の言葉も告げぬ」「作詞ばかり多くてかえって一つも成就せぬ」「発言は朝廷に満ちても誰も責任を取ろうとせぬ」「あの行きずりに」 人に計っても何ら道を得るところのないようなもの悲しいから国を計るに先人を手本とせず態度を常とせず間近なこと言葉ばかりを耳に入れまた挙げつろうあの家を作るとて路傍の人に計ってもついに成就せぬようなもの国は安定しておらぬとはいえとい人もありさあらぬ人もあり 民はもはや多からぬとはいえ賢い者もあり策略ある者もいる慎む慎む者もあり収まれるものもあるのにあの水の流れのようにみんな一緒にダメにしてはならぬ虎は手打ちにしようとせず黄河は歩いて渡ろうとせぬと人はその一つを知りながらその他を知らぬというものだ思えば戦々恐々として 深い淵に向かって立つがよう。薄い氷を足で踏むよう前回読み残した「釈迦」もしくは「釈迦」これ「新婚を円楽するしなり」あるいは言う「これ大夫祐王」そしりて作れるなりと「釈迦」 カンカンとして車これくさび打ちレンタル騎乗を思うてゆく木にあらず勝つにあらず得意来たり合わんこういうなしといえども持って縁しかつ喜ばんいいたるかの平臨集まることあるはこれ京たり時にかの席女礼徳来たり教えん持って縁しかつ誉れあり汝を読みんじて厭うことなし 死守なしといえどもこれ飲まんことをいねごう過去なしといえどもこれ喰らわんことをいねごう徳の汝と共にするなしといえども持って歌いかつまわんかの高校に上りてその作新をさくその作新をさくはその葉正たればなり稀に我汝を見ば我が心移さん鉱山は仰ぎ傾向はゆく死亡ひひとして 六日金のごとし何時が新婚を見て持って我が心を慰め目方役く社交え社交じゃない社家社活カンカンと車のくさび打ち固め潤しの乙女はゆくいたずらの思いにあらで熱き心に来たり王を 類せんわれならねとも宴してかつ喜ばん茂る林にいるは山鳥今ぞこのよろしき人のよきとくもてきたりをしゅうる宴してかつ楽しみて末永くなれとむつまん馬酒のよしやなくとも願わくはいざくまんよき魚よしやなくとも願わくはいざはまん 戦得はなくともいざ歌い勝つまわんかの高き丘に登りてその友の薪を切るその土地その土地の薪を切るその土地の薪を切れば残るその葉をうれしわれなれにいみて我が心今ぞ晴れたり高き山人こそ仰げ大道は人こそ行け四つの馬 ひひとしてむつのたずないとのごとし新妻の慣れにあいみてわが心慰めにけり以上で詩は終わりでは1時間で読めるところまで「少々旅刑これ両命ゼラル王国を贈ること白年暴行すはかりて刑を作りもって司法をしむ王いわくいにしえ訓我り 私有これ初めて乱をなし引いて平民に及び皇族せざるなし死儀寛旗脱上狂犬す病民霊を用いず聖するに刑をもってしこれ五虐の刑を作りた法という無こうを殺戮しここに初めて因して記事託芸をなすここにおいてかかる者は刑し合わせ制して有事をさするなし民立ちて愛善し ふんふんとして真に当たるなく持って祖名を服するのみ。逆意の処理句あまねく無垢を神に継ぐ。将亭民を鑑みるに傾向の徳あるなく経のみ発噴してこれ生臭し。皇帝処理句の不幸を愛嬌し逆に無句ゆるに意をもってし病民を圧跡し養子もにある仲良しむ。 すなわち、意朝、すなわち、弔位に命じ、地点の通を立ち、降格するあるなし、軍公及び在下、名を名として常を助け、官家も覆わるるなし、皇帝、神民に正門す、官家病に慈意あり、徳脅せばこれ恐れ、徳明らかにすればこれ明らかなり、すなわち参考に命じ、公を民に憂慮しむ、 白衣は天を下し民を接するにこれ慶ありうは水道を平らげ参戦に署名す諸は種を荒破し勤めて各国を食す参考荒を成してこれ民を盛んにすし白生を慶の中に制しもって徳を慎むを教う僕々として神にあり命名として下にあり司法に明らかにして徳の勤めを思わざるなし 故にすなわち慶の中を明らかにし従えて民を治め意を助く。天国は意に尽くすのみにあらずこれ富に尽くす。契気して卓言身に荒らしむあることなし卓言身にあることあるなし。これ天徳を要し自ら原名をなし廃墟をして下にあり。大いわくああ司法の姿勢天国のもの。何時これ。 天木たるにあらずや、今何時何をか鑑みる。これ、白衣が慶王宿の道にあらずや、それ今何時何にかコるる、これこれ病民、ごくの利をさせず、吉人を選びてご家の中を見しむるなく、これこれ、書い、家を奪う者、ご家を断性して、もって向こうを乱る。上態、潔しとせず、戸賀を病に下す。病民罰に、 じいなくすなわちその世をたてり王いわくああこれを思えや白夫八景中粛規定容姿同村皆我が言を聞け子犬がわくは革命あらん今何時日々に勤むるを意することを用いざることなかれ何時戒めて勤めざることあるなかれ天民を制するに我に一実を後を。 おうるにあらずこれおうるは人にあり何時小稲が川区が慎んで天命を迎えもって我一人にほぜよ恐るといえども恐るるなかれ急すといえども急するなかれこれ五計を慎んでもって三徳をなせ一人計あれば町民これによりそれ安くしてこれ流しここですねおうくああ来たれ言う方誘う 何時に承継をつげん在婚何時剥製を休んずるに何を選ぶとして人にあらざらん何を慎むとして刑にあらざらん何を図るとして及ぼすにあらざらん良造具備する時死は五時を聞けめくるのをすっかり忘れていた五時寛譜なる時は五刑に立たせ5刑寛ならざる時は五罰に罰 五罰に立たせ五罰複せざる時は五下に立たせ五下の傷はこれかんこれ藩これないこれかこれ来その罪これ等しいそれこれを申告せよ五桂の疑わしきは許すありそれこれを申告せよん大丈夫かな勘譜衆あるはこれ形勘がおるあれ 勘泣きは聞かざれ、共に転移を慎め、木壁の疑わしきは許す、その罰は百貫、その罪を越実せよ。義壁の疑わしきは許す、その罰はこれ倍すその罪を越実せよ。義壁の疑わしきは許す、その罰は倍さすその罪を越実せよ。旧壁の疑わしきは許す、その罰は六百貫、その罪を越実せよ。 大壁の疑わしきは許すその罪は千貫、その罪を越実せよ墨罰の賊は千義罰の賊は千非罰の賊は五百急罰の賊は三百大壁の罰はその賊二百五刑の賊三千なり生家非罪し戦乱の辞異なく不幸を持ち得る中でこれ察しこれ奉仕これこれを申告せよ 上景のカロキに行くは下腹せしめ下景の重きに行くは上腹せしむ処罰を傾聴するに剣があり刑罰った世に過労し世に重くすこれ非性を整え輪あり用あり罰兆は死せしむるにあらず人兵に極まるねいは極を接するにあらずこれ量極を接す中にあるにあらざるなし言葉を多合に察し従うにあらずしてこれ従い愛敬して極を接せよ 明らかに継承を開いて相はかり皆忠誠を恋願い、それ継死それ罰しそれこれを申告せよごくなりて伏せば何時負をいたせその刑常備し、両刑を合わせるあれ大曰くああこれを慎めや関白属性関白属性我が言は恐れ大し我れ刑を慎む言う得これケース今天民を助く灰をなして下にあれ何時 炭治を名声にせよ民の治まる極の領事を聞くに忠ならざるなし極の領事にしかすることあるなかれ極の川、は宝にあらずこれここを集めむくよりに所有をもってす名護を恐るべきはこれ罰天の中ならざるにあらずこれ人命にあり天罰極まらずんば庶民は冷静の天がにあることあるなからん大いわくああ始祖 本王何をか鑑みる民の中に得するにあらずや小稲川区は明らかにこれを聞けや鉄人これ消せば無給の字あり五極に属し皆中にして慶あらん王の歌詞を受けこの昇慶を鑑みよ対この辺は旅行が衆の牧王のために慶を作りこれを司法に告げたものである旅慶一名歩慶とあるは旅行が後に歩行となりしものならん この辺一般の刑のことも説いているが主として特権を述べている思うに僕を準優することどうなく財政窮乏を告げたから特にこれを敷いたものであろうしかし辺中刑を用いる者の,の心得等を説くこと甚ははだ根説であるまた三代中高の威風を示すものと言ってよいさあそれでは訳分もちょっと。 この保桂が何回も出てくるからこれだけでもちゃんと読んでみよう。旅行旅行は命ぜられて志功となり牧王の目を受けて桂を,、えー、を整えた桂を教えたこの時牧王は国を受けて天使の位にあること100年100年というのはただし100年というのは年数王きを形容したる豪なるべし。 年すでに甚だしく老いたのであるが渓谷は重大のことであるので大いに自勢を考え計りて渓所を作りもって天が四方に国有訓戒されたのである」牧王は言われた。 ビ人の教えたるところによると皇帝の時に死刑、皇帝の時に私有というものが初めて大乱を起こしその悪風が庶民にまでも及び人を殺傷して他人の財を強奪する者が甚だ多くなりあるいはフクロウのごとく人を害するをもって義となしあるいは群れをなして国の内外に暴動をなしあるいは進んで奪い来るを盗みあるいは詐欺をなし攻略を欲しいままにする。 乱脈の状態であった昔病民というのは行の時に三期を構築した万民である病民は全道を用いずその君は民を制御するに刑罰をもってし御種の残虐なる刑を作って自ら良き法を立てたと称していたここの引用もありましたね無罪の人を殺傷しなおまた進んで報道に外れて過酷なる刑 過酷なる儀すなわち鼻を切る鼻を切るなり字耳を切るなりく休憩なりこれタクっていうのかな芸表に顔にですね入れ墨をするなりの死刑髪の殺戮とともに五刑なりを定めた。ここにおいて刑を 民に施し何もかも一様に事情があって法に触れて相当に弁解の言葉ある者と全く弁解の余地なき者との間に当差を設けず同等に深刻なる刑を加えたのであるある病民のある有病の君が逆刑を用いるのでその民は皆悪化して互いに愛偽り欺き秩序を失って混乱し真偽にあたる 功をなすものなく、神に誓って堅く約束したことをも一向に守らなかった。暴虐なる刑を受けて中陸せられる衆民は、あなたでもこなたでも、天帝を呼んで罪なきことを訴えた。天帝は、不して病民を見たもうに、 徳より発する方向はさらになく刑罰より発する宗王の功のみ司法に満ちていた。定春は多くの人民が罪なくしてその君に中陸セラルルを愛臨し天意を対して厳罰をもって悪逆に報いその君をえっ、ー、と畜しその塔を分布し 三期精鋭の地に駆逐し不死相次いで過酷にありて民を害することをえざらしめた先に三病逆を欲しいままにし剥製罪納して災いを受け告げ訴えるところなき者が愛ともに神に訴え寄心をもって実に災禍を人に下す者の,のごとく思うて心中恐れ恐れていたので私婦の類が 欲しいままに邪説をなし人心を洗惑し人をして皆鬼神を祀って福を祈り災いを払わしめ民と神とが増乱し邪性分かたれざる情勢であったそこで定春は長子と霊子 長は将校の後にして義士令は紅用の,の後にして家臣とに命じて妻子のことを納め明らかにせしめ天神と地民との交通を断ち格別をもとい区別を厳正にして互いに慣れおかすことのないようにしたので天神は下らず地民は上らず神と民と隔絶し相慣れおかす兵が亡くなった。 そこで諸侯および下にある軍心皆一心を清白にして浄土を補助,補助し民善なれば福を得悪なれば災いを得感化のごとき微力なるものといえども外平されて自ら伸びることができないということはなかった天春は神に病の君の悪性の実情遺憾をつまびらかに問われたすると 虐待を受けた漢家は病の君の悪徳について円通する旨を申し上げた。貞 <laughs> 春は徳をもって意となして逆をもって意となさなかったそこで天が皆敵前として善をなし悪を去るに決して恐れないものはなかったまた徳をもって 名ととなななしててを持って名となさなかっさかたそこで天下皆行善として善をなし悪を去ることを知り明らかならざるものはなかったそこで春は白衣卯諸の三人の諸公に命じて民を治める公を治めさせるようにしたすなわちえっ、ー、とちょっと見失っていますがえすなわち 白衣は霊法を制定して民に教え民の悪行をくじき防ぐために刑を設けた卯は九州の水道を平地し名山大戦を標識して教育を定めた蜀は五穀の種をあまねく民に下し与え努めて良い穀物を増やすようにした。 各3人の諸行が努力したので各々の成績を収めて庶民院政府所なるに至ったまた市すなわち司法長官は忠誠にして軽からず重からざる権を万民に用いて万民の原稿を制しもって万民に徳の傾聴すべきことを教えた行春は黙々たる美徳を備えて天使の位におり3人の諸行は命名たる名徳を 保って天使を助けたのでその特化が司法に,流れ司法に現れ軍心皆徳を治めることを務めることを思うた故に司法の管理も皆忠誠の刑を明治して暴虐過酷の刑なくこれに従って民を治め浄土を,も浄土を助けて広く天下に行われるようにした。 業種の時の天国すなわち渓谷を司る管理はただよく法を牽制ある家に尽くすのみにあらずまた富豪の家にも尽くし意のために屈することもなく理のために誘われることもなく心中常に慎みを恐れて少しも怠り揺るがせにせずその言うところは皆道に合していたそれゆえに上亭のおぼし召しにかなう徳を備え上亭より 幸福を賜ってであり天命に合し天禄を受けて家天におったのであると僕王は言われたどこだろう王は言われただからもしかしても,もっと上の方ですかここかなああ天が四方の祭りをつかさり獄を司さどる諸行よ何時らは 天に代わって民を養うべき位置におるものではないか。今何時らは何を見て測るべきであるか。見て測るべきは悪意が天下に警報を施した道である。また今何時らは何に懲りて自らいましむべきであるか。怠りてもとい懲りて自らいましむべきは病民すなわち病の君をいう病民の自責である。病民は 病の民は刑を施すべき道を察知せず善子を選びて御刑の中誠を得たる道をつまびらかに見させることなく意をふるいて罪家を奪うような多くの檻を用いて御刑を裁断判決しもって罪なき罪なき人を乱罰したので朝廷はそのなすところを潔白なる善行と認めず災害を下してこれを中罰せられたが病民は天罰を説くべき言葉なく ついに滅亡してしまったのである」と「ここですかね牧王は同性の諸行に向かって言われたああおよそ我が諸行よ願わくは深くこのことを思念せよ何時ら白布白景中宿規定幼児同村徴用尊卑を論ぜず皆我が言うところを聞けよ」 今何時らは実は安楽をむさぼりながら口先だけは政務に勤労しておるなどと言ってはならぬまた我の諭すところに従っていたずらに改心するだけで実は勤労しないようなことがあってはならぬ是非とも実に勤労せねばならぬ今天は 神を治めて生々ならしむるために我らに一日の命を与えて一日の用をなさしめるのであるしかし天寿を全うして終わりをよくすることは必ずしも天の定めるところではなく天寿の長短は人自らの行いの善悪によるので人が自ら求めてあるいは長くしあるいは短くするのであるされば何時らは慎んで天の命名に従い 我の教会を奉じて徳を治め刑を慎むべきである恐るべきことに出会っても恐れず優進すべきである休息すべき時にも休息することなく勤勉すべきである優進しかつ勤勉して諸をたる責任を全うせねばならぬ慎んで御刑を用いてよく当たるように心がけ犯罪者の正常に応じて中中重刑の 仲重い軽いの侵赦をなしもって正直豪国重国の三徳を成就すべきであるしかる時は天使たる我は国家太平の敬を受け万民は仰いで群青の生前の恩に頼り上下安寧の幸福永久にして極まりないであろうと僕王はなお言われた。 あんあじら国を保ち道を保つ諸侯よ。要は我は今んじらによく刑を持ちうる道を告げようと思う今んじらが剥製を休んずるにおいて休んずるについて選ぶべきもののうち最も急務とすべきは全死を選ぶことである。敬信すべきことのうち最も重きものは刑を持ちうることである。 明るべきことのうち最も重要なるは民に前科を及ぼすことである。民の訴訟の時には原臨良造すなわち原告被告が法廷に出会った時、えー、出そろった時死すなわち死死すなわち裁判官は罪の有無を調査し もと、えー、に五時すなわち五桂に入るべき理由を聞いてつまびらかに察すべきであるそして調査の結果五字が精神にして偽りなくすなわち原告の言うところに偽りなく被告も罪に服するときは五桂を加えてその罪を正すべきであるもし被告に誠の悪意あるにあらず五桂を加うことが誠に当たらぬときは五罰すなわち五桂を緩やかにした罰金刑を課して その罪を正すべきであるもしまた被告がその誤罰に対しても服せず罰金をいたさぬと主張するときは事情を調査して被告の言に理由あることを明らかにしたならば誤かすなわち誤罰を緩やかにした誤失罪過失罪をもってこれを正すべきである。過失罪にも当たらざる時は 無罪放免すべきは言うにも及ばぬことである。5家の罪を正す場合において裁判官の陥りやすき病兵を列挙すればいつは官として官とて官権を利用しまたは他人の権勢を恐れて不正の判決を下すことである。にはとて 支援または支援を無垢印として不正の判決を下すことである。3はないとて最小など部内部から動かされて不正の判決を下すことである。4はかとて賄賂を,元賄賂を収めて不正の判決を下すことである。5はライとてライとか何かあったね。 大丈夫かな ?OK ちょっと見失ってしまいましたうんここですね「ライ」「ライ」と言ってええー「つ 罪人の親戚等が来たって混成するのに動かされて不正の判決を下すことである。裁判官がもし法を曲げて不正の判決を下した時はその罪やその取り扱った罪人と同一にすべきである。かかる場合には十分に事情をつまびらかにして処置・よろしきを得るようにせねばならぬ。5刑の罪も証拠十分ならざる者は許し減じて5罰とすべきである。 かかる場合には十分に事情をつまびらかにして処置よろしきを得るようにせねばならぬ。誤罰の罪の者が証拠十分ならざる場合には許し現じて誤下をもって論ずべきである。かかる場合には十分に事情をつまびらかにして処置よろしきを得るようにせねばならぬ。また一人の犯罪者について囚人がよろしくそれを事実であると認める場合でも。 本人の要望や人品の善悪などを観察して果たして有罪であるか否かを十分に考え調べてしかる後に判決を下すべきである決して軽々しくしてはならぬまたさらに犯罪の事実なき場合には訴訟を取り上げることにすべく誤って一旦起訴しても放免してしまうべきである。 常述の場合のいずれにおいても転移に基づくところの刑罰を傾聴してこれを行い軽々しく刑罰を施してはならぬ。木壁すなわち額に入れ墨する刑の疑わしき場合には一等を厳じて罰金を取るその罰金は100巻同600両である。十分に取り調べて事情を明らかにし罪と罰と相当たるようにせよ。 義経え義壁、すなわち鼻を切り落とす刑の疑わしき場合には一等現時で罰金を取るその罰金は200巻である十分に取り調べて事情を明らかにし罪と罰,と罰と相当たるようにせよ非非壁、すなわち足を切る刑の疑わしき場合には一等現時で罰金を取るその罰金は紙の200巻の1倍,1倍半 すなわち500巻である1倍半っていうのは要するに2倍半ですね今で言うところの倍っていうのが2倍って言わなくてもただ倍って言っただけで2倍のことじゃないですかだから多分そうなってるんだと思う十分に取り調べて事情を明らかにし罪と罰と相当たるようにせよ 壁すなわち刑男子は虚勢し女子は幽閉する男女義を持って交わらざる者はその刑は9その旧壁の疑いしき場合には1等を源じて罰金を取るその罰金は600巻である十分に取り調べて事情を明らかにし罪と罰,と罰と相当たるようにせよ退壁すなわち退刑、えー、すなわち死刑の疑いしき場合には1等を源じて罰金を取るその罰金は1,000巻である。 十分に取り調べて事情を明らかにし罰と罪と罰と相当たるようにせよ木刑の疑わしきを許して罰金を課する場合が1,000ある義刑の疑わしきを罰して罰金を課する場合が1,000ある非刑の疑わしきを許して罰金を課する場合が500ある休刑の疑わしきを許して罰金を課する場合が300ある。 の疑わしきを許して罰金を課する場合が200ある5刑を加うる場合が全て3,000あるすなわち5刑を許して罰金を課すべき場合が3,000あるをもって5刑を加うべき場合も3,000あるべきなりなるほど律文には限りあり犯罪は極まりなきがゆえにもし律文に まさに当たるべき条文なき場合には紙は重刑に非し下は軽刑を軽い刑を考えて相当の刑罰を定め党を失った判決を下すことなく今行われない旧法を用いて裁判することなく十分に取り調べて犯罪の事情を明らかにし正当なる法を用い万事異論なく処置すべきである犯罪の事実は重き刑に当たるも その情の診療すべきある,あるものは軽き刑に服せしむべく犯罪の事実は軽き刑にあたるもその情の重悪なるものは重き刑に服せしむるべきである。誤罰を軽くしまたは重くするについても必ずしも法律の成分に肯定せず事情に応じて適宜侵略すべきである。刑罰は世の治らに従ってあるいは軽くしあるいは重くすべきである。 刑罰を行うにあるいは軽くあるいは重くしてその適用が一定していないのであるがその刑罰の適用の一定していないのが手術雑多の民心や犯罪を律して統一を図るゆえんであるしかし法の原理に至っては大前としてもとい節然として、えー、乱すべからざる うん、違う違う最善として乱すべからざる上利、えー、上理公領があるのである罪人を罰し凝らすのはこれを殺さんがためではなくその改善を望むのであるうん説説然として乱すべからざる上理公領があるのである 罪人を罰し殺らすのはこれを殺さんがためではなくその改善を望むのである罪人は懲罰を受けて苦痛を極めているのであるからその上にさらに苦しめる必要はない故に罪人だとても残酷に取り扱ってはならぬ交際あるものは小、えー、国を断ずるに適しておらぬ巧みに説き伏せて無罪の人も有罪にするような欠点がある。 故に交際あるるを法官とすることすこはよろしくない善良なる人にして初めてよき法官たることができるのである善良の人が法官となるときは警告を裁判すること忠誠を得ないことはない法官たる者は被告の言に前後相違するところがあるかないかをよく察知し被告の弁解には従わずして犯罪の事実に従って 刑罰を課すべきであるしかして犯罪者を愛臨し深く憐れみ恐れて刑を断ずべきである常に刑律の書を開いて取り調べ同僚と共に罪の刑長を図り考え刑罰の忠誠を得るように心がけよあるいは軽視あるいは罰するに事実を調査し真相を明瞭にして処置よろしきを得るように心がけよ もし判決定まりて犯罪の真相を明らかにしたる時はその真相を我に報告せよ。刑を定めた時は書類一切を具備して王に奉り一人に領罪ある時は刑長の二刑を共に合わせて王に報告すべきであると僕王はなお仰せられた。<laughs> ああ刑を持ちうる道を慎重にせよ。 漢薄すなわち漢の長にて四政天国を言う。漢薄ならびに同性の諸行よ。我は警国のことについては口に言うさえも大いに恐,れ恐る恐る,るのである。しかしてもといましてこれを用いてお用い行うにあたって大いに恐れ恐るべきは言うまでもない。 我は慎んで慶国のことを慎重にするのである徳あるものにして初めて刑を行うことができるのである天は神を助けてこれを強要せんがために君子たる天使を立ててこの人生に人の世に漏らしめるのである天使を呼び諸侯の責任は重大である何時ら小国を聞くにあたりて原告が 原告家または被告かの一方の言を聞くときは「謝られやすいものであるから」特に意を用いてこれを聞き「よく真意をつまびらかにし明らかにせよ」「民のよく治まるは」は小国の原告・被告両方の言を公平に聞いて忠誠を得るからである「法官は原告・被告両方の言を聞く際に己の地位を利用して私欲を満たすようなことがあってはならぬ。 裁判する時「むさぼった賄賂かかる財価は宝とするに足らぬ」これは罪をその身に集めるものであってついには多くの罰を天より報いられるのである永久に恐るべきはこの天罰である人が天罰を受けるのは天が人に対して府中不正なるにあらず人が自ら天命の罰を受けるような位置に己を勧めたのである不正なる奉還に対する天罰が 至極原告でない時は王冠は不正の財をむさぼり不中の判決をなすこと多く従って人民は前世に欲して天下に休んすることができないであろうと僕王はなお呉を継いで仰せられた「ああ何時らおよび何時らの子孫たる者は今より後何をもって法となして政治を行うべきであるか」。 警国を治めることが忠を得て持って民に敬託を施すことを法とすべきではないか願わくは明らかに我の意思ところを聞いてこれを守れ自理に通じたる善良なる死を選んで官に任じこれをして警国をつかさどらす時はこの処理するところの限りなく大きい極事すなわち判決が 武家の忠誠なる道に合し,し、刑罰皆よろしきにかない君臣共に幸福を得るであろう何時らは王より天下の善良なる宗民を受けて教養する重大なる責任を有するのであるからこれまで親切にもとい、これまで根切に国有したところこのよく刑を持ちうるの道を固く守らねばならぬのであると 以上ですなわわちが終わり。結構長かったのでもう一つぐらい読めるかなと思ったんだけどちょっと難しそうですね。勧誘言っとくとか読めないかな。ちょっと厳しそうなのでまあこの辺にしときますかね。えー、また機会があったら何か読みましょう。また後ほど。